Rallies. Hey guys, Ayano です。本日はビッグトーナメント大会3日目、シングルスダブルスともに第2ステージを行われております。熱戦が行われているこの中、日本リーグの新選手会長となった上村選手にお話を伺うことができました。ではそのインタビューをどうぞ。今回、新選手会長として迎える日本リーグのビッグトーナメントですが、どんな気持ちで今戦われておりますか？今まではこう試合だけに集中してやってたんですけど、どうやってこの試合を盛り上げようとか見てもらおうとか、こう一人一人の、プレーだったりなんか知ってもらいたいんで、その辺をなんていうの、なんか視野が広くなったというか、そんな感じで大会に臨んでます。これ言ってます？ちゃんと。全然ないです。どういった経緯でその選手会長っていうのは選ばれたんですか？は完全になんか投票制みたいな感じで、いつの間にか圧倒的な票数を、みんなに入れてもらってて、まあ、そんだけみんなに、まあ、やってほしいんだなっていう風なポジティブな気持ちで、やってます会長。いや素晴らしいです自己分析ではどういったポイントが選ばれたりなんだと思いますか？なんだろう、まあ、こいつにやらせとけばいいんじゃないかみたいな感じでみんな入れたんじゃないかっていう個人的な自己分析なんですけど、ツイッターとかでも結構選手同士で日本リーグは盛り上げてる感じがすごく素敵だなと思っていて、はいはい、日本リーグに対する思いというか、そういったものってございますか？こうやって6年目になって、やっぱり家族がいる方もいらっしゃいますし、本当にみんな仕事をちゃんとやって、自分の時間を削って練習してやってたりとか、本当に自分を犠牲にしてやってる選手多いんで、やっぱりその辺すごい、もう選手全員尊敬してますし、僕自身。やっぱりそういったところを観客の皆さんとかに見てもらえたらなっていう風な思いもあって、で今年その会長になったんで、その選手一人一人とかチームによって環境違うんですけど、そこら辺をどう見てくれてる人に伝えていければいいのかなっていうところをちょっと考えながら今はちょっとやってます。はい、本当に私も今まで学生は卓球しかしてなくて、で社会人になって仕事もあってっていう中で、これだけトップで活躍し続けてるっていうだけで本当に尊敬に値しますし、本当にすごいなって身をもって感じました。間違いないです。みんなすごいです。本当にみんなすごいですね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい。 Rallies